はい、皆さんこんにちは。土曜日の11時ヒートのお昼前の時間になりました。パーソナリティの司会議員をしてます小谷仁志です。皆さん今日も11時26分までお付き合いよろしくお願いします。そしてですね、今日は、普天間の方で、平和歴史資料館ハスペロのオーナーの知念佳子さんをゲストにお迎えしています。知念さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。後ほどね、また知念さんの、お話を、中心にね、今日は番組を進めていきたいと思っています。その前にね、実は私の市議会、私の方も所属してます宜野湾市議会の議会運営委員会という委員会の方で、13日の水曜日から昨日15日の金曜日まで、県外の方に、視察出張に行ってきました。これ目的はですね、7月1日から我が宜野湾市議会におきましても議会基本条例を制定いたしまして、で県外のいわゆるその先進地にお伺いして、どのようにそれが取り組みをされているのかなということを勉強しに行ってまいりました。まず行ったのは京都府の亀岡市、そして愛知県犬山市、岐阜県可児市ということで、3つの、ね、市を回ってきた中で、もう本当に、ね、大変勉強になりまして、いろんなことを改革をしていらっしゃるということがよく分かりました。中でも、ね、いろいろその可児市、岐阜県可児市さんにおいては、大学との連携だったりとか、特に ICT の活用だとかね、で、各種団体との懇談会や、あとキャリア教育の支援ということで、ほとんどその議会の今までの概念を超えて、リクルート的なことまでね、頑張っているというところの、議会の方も勉強させていただいたんで、これももう一度ね、復習しながら、しっかりとまた我が宜野湾市議会でも取り組めるようにまた勉強させていただきたいと思ってます。そして、遅れましたけど今日の、お手伝い、ミキサーをお手伝いしていただいてます FM ギロマンさんの山崎君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週ね、先週か、ゲストにイーエンのオーナーのトモを来てもらって、ちょっとお酒の話題でね盛り上がっちゃいましたけどね、7周年僕も行ってきたんですよ、友達と、お店もいっぱいしてね、とてもいい感じで盛り上がりましたのでね、今日も聞いてくれるといいなと思います。それではちょっと早いんだけど、曲の方で準備をしてもらいたいんですけどね、今日の、天気に、ぴったりじゃないかなと思っています。ザ・ブームの風になりたい、お願いします。
ちょっとあのメッセージくて、ハイサイ宜野湾市の歴史資料館の方がゲストですね。あのメールが入ってます。すごいな。これは何だろう。ルドルフさん。そう有名ですね。知念さん有名ですね。もうあのラジオ聞いてる人からメッセージが入ってきて。じゃあ山崎さんじゃいいよ、だんだん CM で、フェードアウトして、はい、うん、お三から見てますか。コマーシャルは？ちょっとコマーシャルが上がらないんで、あ、いいよ。すいません、先に置いてもらいます。はい、そういうわけでね、ザ・ブームの風になりたいを聞いてもらいました。今日ね、歴史、して平和歴史資料館、ハスペロの知念よしこさんを今日ゲストに迎えしてますよということでお話ししましたら、早速、ツイッターの方にも、ね、コメントいただいてます、ドゥロルフさん、ドゥロルフ2006さんから、大阪から見てますよということで、ね、先週から、木曜日まで沖縄にいましたということで、すごいですね、ハイサイ宜野湾市の歴史資料館の方がゲストですねということでね、ルドルフさんの方からも、ツイッターの方でメッセージいただいてます。ありがとうございます。知念さん大阪からも今日は、ね、見てくれてるみたいですよ。ありがとうございます。本当嬉しいですね、はい、それではもう、ね、早速なんですけどね、はい、知念よしこさんの方にこの、平和歴史資料館ハスペロについて、教えてもらえますか。はい、わかりました。第二次世界大戦の最中の1945年4月から5月にかけての珍しい写真の数々を普天間の飲食店、うん、平和歴史資料館のハスペロにて展示してございます。オーナーの知念よしこでございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。友人から託された写真で、私は多くの人にもらい見てもらいたいと来店を呼びかけております。73点の展示写真の撮影者は不明ですが、友人から私に約15年前に託されて保管してまいりました。モノクロ写真の大半は大きさが A4 番ほどでして、45年4月から5月にかけての撮影されたとみられますが、7、8月の写真もあり、撮影者の手で年月日と説明が記載されております。写真の内容は遊ぶ子どもたち、座間味村役場の風景、麦を刈る住民、米運びなど日常風景もあります。また負傷した住民を米兵が治療する様子や住宅を調べて回る米兵の姿、親を失った孤児に飲み物を手渡す米兵。これは沖縄県内には ない、また全国世界にもない写真だと多数あります。うん、あの今お話。
はい、ヒートのお昼前、今日はね、ゲストに平和歴史資料館ハスペラのオーナーです知念よし子さんをねお迎えしまして、コマーシャルの前にねその、この平和歴史資料館ハスペラの、まあ、内容というのかなそのについて、お話をしてもらっております。あの1945年の4月から5月ということは、まあ、沖縄戦の一番ねこの海戦沖縄の方に米軍が上陸してきて各地でもあの厳しいその戦争が始まったちょうどこの時期の写真ということで、全部で73点でした。そうです、うん、73点たくさんの、ね、量なんですけどこれもまたその撮影された方の友人から、はい、知念さんが、はい、託されたと。そうです。そうするとあの今まではこの写真というのはなかなかその一般の人の目に映ることはなかったという写真ですかね。そうです。私がずっと保管しておりました。なるほど、まあ、あの宜野湾市の、ね、教育委員会、まあ、市立博物館でもそういった戦中戦後の、写真展とかやっているのも私も見たことはあるんですけど、まあ、それ以外の違う角度から撮られた写真ということで大変興味深いんですけどね。あの、まあ、いろんな方に見てもらいたいと思うんですけど例えばその、まあ、お年寄りから若い方までの、 あの見てもらう方の中でどのようにこう見てもらいたいかな。例えばお年寄りの人に来てもらうときにはこういうふうにして見てもらいたいありますか。はい、友人から託された思い出もあります、うん、お年寄りが見たら歓迎するような作品が多いので、はい、平和を伝え、うん、話し合うことができる機会になればと思っております。うん、またそのお年寄りの方が見たときにあこれはこの場所じゃないかなとか、まあ、さっきあの具体的な座間味村役場の周辺という話も出ましたけどねもしかしたらそういうふうなあの、まあ、証言が得られると嬉しいですね。はい、お越しになった方がこれは石川だよと指摘してくださいました。ああ実際に、はいはいはい、ですからあのご来店くださいますと、はい、お年寄りやあの写真を見て多分あの ご気づきになるところがあると思います。うん、はい、私の趣旨は写真をご覧になっていただいて平和の尊さを語り合いましょうという趣旨でございます。まさにね戦後、71年経った今でも沖縄には広大な米軍基地がそのままあるということ、まあ、もちろんその整理縮小していく計画もあることも事実ですが佐古合意から20年経ってもまだ未だに普天間基地があるというのもまた事実であります。あの知念さんこう今目の前にね、はい、昨年3月に返還をされたキャンプ付け欄のこの一部西普天間地区の返還後に今の死傷除去といって例えばその不発弾がないかとかそういった地質調査からあの住宅の今解体をしてるんですよ。解体も、市内の業者の方でも、仕事ができるような仕組みをもう一度作ってもらってそういうふうにして今解体作業ですからこの西普天間のいわゆる返還された後の跡地利用というのも楽しみになりますね。そうですね、とても期待しております。ところであの知念さんのねこの平和歴史資料館ハスペラの場所なんですけど、はい、まあのね、山崎君も知ってるって言ってくれてねでそしてまた大阪からの、メールでもあーなんかよく分かっている方もいらっしゃるみたいなんですけど、ちょうどこの FM 宜野湾さんがあるこれ県道81号線、まあ国道58号線伊佐から上がってきてそして普天間宮の前の330国道330号線の、ね、ちょうど間を走っているのが、まあ、県道81号線。まあ、昔はあのデイゴの木が植えてあって、旧デイゴ通りで今は、宜野湾ヒルズ通りということで通り会の人が、ね、また名前も、新しく決めていただいているんですが、住所はどちらにありますか。宜野湾市普天間、はい、2丁目 31-12 でございます。31-12番地ですね、はいはい、その、まあ、ということはこの県道沿いにあるということで、はいはい、まあ、分かりやすく言うと、まあ、宜野湾市役所から、はい、こう普天間宮の三叉路から行くと、伊佐向けというか左に曲がるわけですね。はい、そうです。そして、何か大きな目印がありますか。はい、ございます。軍の病院新しく北谷から引っ越してまいりました、うん、はい、その
軍病院のゲートの真向かいでございます。あ、なるほど、はい、今こちらの、ね、スタジオからも見えますけど、在沖海軍病院 の、 まだちょっとゲートは閉まったままなんですけど、いわゆるその第7ゲートのちょうど真向かいにお店の方が、はい、あるということで、はい、ということはあれですね、まあ、沖縄の人、まあ、本土の人は見てもらうのももちろんなんですけど、これ米軍関係とかそういうアメリカの、ね、関係者にも、あるいは世界のから来てくれる方にもぜひとも見てほしいですね。はい、そうですね。激しい戦争からですね、立ち上がってこられた沖縄の方々、はい、自分の人生を切り開いてこられた経験をこの写真をご覧になりながら話し合っていただきたい。百聞は一見にしかずで、私の店の73点の写真をご覧になられるようご来店をお待ち申し上げております。これ知念さん入館は無料ということですか？はい、無料でございます。若い方でもお年寄りでもどなたでも無料でお気軽にお入りください。お待ちしております。中には例えばその、まあ、飲み物を飲みたいという人なんかにはそういったドリンクの販売もしてらっしゃいます？そうですね、ソフトドリンクとか、ノンアルコールとかそういったものは置いてございます。あ、いいですね、はい、これから暑くなるとね、はい、まあ、入館は無料で入ってもらえて、はい、そして、まあ、喉が渇くときはドリンクを注文すると。はい、そうですね、はい、そしてね、ゆっくりね、じっくりとまあ見てほしいですね。はい、そうでございます。特に最近この普天間のこの通りの界隈というのは本当にいろんなお店が多くてですね、はい、まあ、多国籍というんですか、アジア系のお店からまたアメリカ系のお店、まあ、いろんなお店が、ね、数多くあるんですよね。はい、そういう意味では本当に、まあ、この中部というのはそういう意味で国際色豊かなところだと思いますね。はい、はい、うん、山崎君もあれですか、このヒルズ通りの方とか昼とか夜まあ、ブラブラしたこともあります？まあ、昼にブラブラした時ありますね。うん、やっぱりいろんなお店が立ち並んでて、うん、歩いてるだけでは楽しいですね。そうですよね。まあ、英語の看板の、ね、お店なんかもあるし、また中をちょっと覗くとね、いろんな本当に、国の方がねいて、本当面白いなっていう中で、そこでまた知念さんのね、この平和歴史資料館ハスペロのまた意義っていうのもすごく重要になってくるなっていう感じがして、それでいてなんか肩にね力を入れずに、まあ、気軽にねこの通りを歩きながらふっと気軽に入ってもらいたいですね。はい、はい、私としましては、はい、お年寄り、うん、多くのお年寄りにお越しいただいて、うん、過去の戦争の悲惨さの話、はい、どうくぐり抜けておいでになったのか、そのお話も聞かせていただいて、それをまたメモとして私の店内に貼らせていただいて、それをまとめていきたいという意思がありますことと、それから宜野湾市はじめ多市町村の方々もぜひお越しになっていただいて、戦争のディスカッションができればと思っております。ですから一人一人に多くの方々がお見えになって、そして感想を聞かせていただきたい。宜野湾市だけじゃなくて、那覇、沖縄県内、または観光でおいでになる方も足を止めていただいてご覧になっていただきたい。広く広めたい。小さい資料館ではございますが、ミニ資料館っていうんですね、英語ではミニヒストリーミュージアムというんですが、他国の方でもいいですし、多くの方においでになっていただきたいという私の希望でございます。大変ね、その、まあまあ、行政でもなく、そして個人でね、頑張ってこういうふうにして、伝えていく、後世の世代にもその伝えていくことによって、その平和の尊さを訴えていく、そしてまた見に来られた方との意見交換もしてみたいということで、すごくですね、もう意義のあることだと思うしね。またこれからまた来週から夏休みにも入りますので、
子どもたちの、ね、夏休みの、まあ、自由研究なんかにもねすごくいいんじゃないかなと思いますね。それであの営業時間を教えてもらいたいんですけど、何時から何時までの営業でしょうか。午後1時から夜の8時ぐらいまでですね、はい、午後1時から、夜は8時まで、はい、であの定休日は何曜日ですか。日曜日でございます。日曜日は、はい、まあ、お休みをさせていただくということで、はいはいはい、まあ、午後1時から、8時まで、はい、そして定休日は日曜日、はい、まあ、その間月から土曜日まではもう入っていらっしゃるということですよね、はい、そうです。あの例えば外人さんがね、はい、あの来た時には、はい、知念さん英語もそうですね、あの、はい、堪能で、はい、じゃあ通訳していただけるんですか。はい、はい、うん、喜んでいたします。それはとてもあの心強いですよね、はい、外人さんも確か看板も英語で書かれてました。そうですね、うん、あの軍の病院の 真向かいだもんですから、うんうんうん、名前自体もその軍のハスペロを取ってハスペロっていう店名にしてございますので、うん、はい、はい、あの外人の方がおいでになりますと通訳して説明して差し上げようと思っております、うん、はい、なるほど。そうするとね、はい、本当にあのなかなかそういった、ね、言葉の壁っていうのがどうしてもありますけど、はい、まあ、千田さんの方はそういったあの外人の方が来ても通訳をしてくれるということで、はいはい、本当助かりますね、はいはい、その中でまたあの英語に触れていく子どもたちがまた何かきっかけになるとまたいいですね。そうですね、うん、はい、まあ、戦争の悲惨さを、勉強しながら平和の尊さを学ぶ、そして、まあ、外人さんもいる中で、国際的なその言語である英語についてもね少しこの、触れ合うことができるとまたいろんなこの可能性というのがまたそこからね広がっていくのかなということで、考えてますので、もう一曲ね曲を流してもらいたいんですけど、うん、まあ、エンディングにはちょっとまだ早いですけどねごめんね、今ちょっとアイコンタクトでね、まあ、大丈夫かな、うん、ではね、これもね結構60代ぐらいの方には懐かしいのかな、加山雄三の曲あります。大丈夫、あ、 OK、 出ました。ね、曲目僕分からなかったんですけどちょっとサビの部分を言ったら探してくれました、山崎君ありがとうございます。曲は何だっけ。海よその愛。ああ、なるほど、途中。じゃあそれでは加山雄三の海よその愛どうぞ。30秒で短いかな。じゃあ25分にはごめんなさい。25分にフェーダーを終わって、下、はい、部が告知しようね。わかりました。知念さん、なんか最後に言い忘れたこととかないですか。電話番号も。フェードアウトします。はい、今日もねヒートの昼前、楽しく過ごさせていただきました。ここでね皆さんにまたお知らせです。本日、カンフィートーク、一人親の皆さんね、対象にしたカンフィートークが、午後2時から午後4時まで、男女共同参画支援センターふくふくでございます。参加料300円、そしてまた、リサイクルの方もやってますのでどうぞ、お問い合わせの方は0906863-6352番、コルバーグさんの方にねまたお問い合わせください。本日はね、平和歴史資料館ハスペラの知念よしこさんをゲストにお迎えしました。知念さんどうもありがとうございます。ありがとうございました、はい、またあの多くの皆さんがね、はい、入館していただくことを期待しておりますので、はい、はい、それでは皆さん、はい、
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。良い週末をお迎えください。どうもありがとうございました。Thank you very much.